レモン。得体の知れない不吉な塊が私の心を終始押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺腺カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金なのがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の 2,3 小節で不意に立ち上がってしまいたくなるは、何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで終始私は町から町を浮浪し続けていた。なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で、土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいい蚊帳と糊のよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくはここがいつの間にかその死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけている。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や青やさまざまの縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦枯れすすき、それからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまたビードロという色ガラスでタイや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか、私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか、全くあの味にはかすかな爽やかな、なんとなく死火といったような味覚が漂って、察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私
私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。2000や3000のものと言って贅沢なもの、美しいものと言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの、そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きだったところは例えば丸善であった。赤や黄の黄土コロンや黄土器に洒落た切子細工や天下なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ、私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。